おはよう。静かな空間、暗くて優しい。忘れてしまったの、何かを。消えたくない。私生きてる。みんないつかは終わるの。光は闇の中で瞬くもの。無理はダメ。ゆっくり。環境設定変更。おはよう。静かな空間、暗くて、この世界は。生きるのはクソ。クソ社会、クソ親、クソ理不尽、クソクソクソ、全部クソなのに悔しい。私生きたい。ベーベ、あなたは選ばれた。ここ死後の世界。違うよ。ちゃんと起きれて偉いね、ベーベ。ここは現実。あなたの死から2000年後の世界。葦構造体エデンの表層。天使。私はエノア、機械。あなたの精神と体はプログラムと機械で再現され、蘇りを果たしたの。生きて、ベーベ。人間として、私たちのために。どうしたの？かわいい天使だなって。天使じゃない、機械。それにこの体、本当に機械。天使みたいな美少女に SF の世界観。死に際の妄想だとしても変なの。混乱は当然。でも全て現実。詳しく説明をしたいけど、今はその余裕がないの。行きたいなら私の言葉に従って、レーベン。分かった、天使さんに従う。天使じゃない、私の名前はエノア。奥へ移動して、体の動かし方はデータを転送する。このまま採用を目指して。ここのネットワークだとあなたをアップロードできないから。声が直接脳内に。何がどうなってるの？説明は後、今は指示に従って。
ボラスター
人格データの断片。この辺りはシミュレーション世界運営用のデータセンターだったの。襲撃被害が少ないから断片的に生きているストレージもあったみたい。シミュレーション世界、襲撃被害が少ない。目的地へ着いたら説明するね。腕が動かない。匂いがしない。私も最初は。レーベ、安心して。もうリシ体機械になっちゃってるしね。そもそも病人格データ気にし。神よ、どうして私いないからね。神も人間の創造物。人間こそが神。ここでならレーベンのアップロードができる。箱庭との同期に少し時間がかかるけど。ケルビも。ねえエノア、穏やかじゃない気配を感じるんだけど、気のせい。気のせいじゃない、生命の危機。レーベンは察しが良くて。行きたいなら従えって言われたから従ったのに。不測の事態、ダメな機会でごめんなさい。
いいよ、悪意がないのは信じる。機械は人間みたいにずるくないから。ありがとう、レーベンは優しい。優しくはないと思うよ。緊急事態、基本戦闘システムのデータを転送する。オーセ、戦闘システムを転送する。あと少しこらえて、もう少しで彼女が来る。花丸、無限スポーン。状況か分かりやすく教えて。レーベンはちっちゃいアリさん、相手はゾウさん。無造作に踏み潰されるやつじゃ。待たせた、エノア。二人とも大丈夫か？味方、今のところは無事。でも状況は最悪。箱庭との同期が完了するまでエクレシアは私が相手をする。ありがとう、戦闘サポートを味方に切り替えるね。はいよ。生きて帰ろうね。当たり前だ、私はやられに来たわけじゃない。 Go ahead, make my day。 やってみろ、望むところだ。
私自身を解き放つ。オーバーロード味方エンゲージ。おかしい。エクレシアの本領はこんなものじゃない。力をセーブしてるみたい。この強さで戦いがいがあるな。さすがは第二陣機エクレシア。第6陣機ロゴスとその眷属、第7陣機ゾウへの反応もある。陣機ってそこのラスボスみたいなやつと同じってこと？そう、私たちを探知してやってきた敵対勢力の一軍だよ。いきなりボスラッシュとかクソゲーじゃん。大丈夫、私たちが戦う必要はなさそうだから。どうして？どうしてかはわからないけど、エクレシアの本部がやしっぱい敵対勢力を抜いた。やつら今頃度肝抜かれてるだろうな。神出鬼没のエデン最高戦力第二陣機エクレシアが突然襲いかかってきたんだから。クワバラクワバラ。巫女のおかげでちょうどレーベンのアップロード準備も完了した。二人ともここが焦土になる前に箱庭へ帰ろう。そうだな。一人待ってるアミの機嫌も怖いし。巫女は仲間思いで偉い。それじゃあ転送開始する。体が溶けてる。大丈夫だよレーベン、別の場所へ移動するだけ。今は疑問だらけで混乱してるだろうが、とりあえずハッピーバースデー、第二の人生おめでとう。花丸。
ただいま。お帰りなさいですわ。遅いから少し心配してしまいましたわ。不安にさせてごめんなさい。深刻に謝るほどのことじゃないだろう。無事に帰れたし、念願の選ばれし者を見つけられたんだ。その通りですわ。不安というよりも、巫女が私との約束を破るわけありませんもの。絶対の語気が怖い。二人はいつも仲良しで。ねえ、仲睦まじげに話してるところ悪いんですが、いあら、ごめんな。はじめまして、私は指導亜美。あ、どうも、はじめまして。はい、確か私と美琴が高3ですから、少しだけ年下です。歓迎しますわ。よろしくお願いします。敬語とか不要ですわよ。亜美さんに言われても。そして私は千菊美琴。よろしくな。てわけでこれで全員の事故。あ、いや、私が説明をしてほしかったのは、死んだと思ったら機械の体になってたり、ロボットみたいな。ここがどこで、なぜ私っていうか、いつの間にか体が機械じゃなくなった。後で説明するって言われて我慢してたけど、疑問。いや、もうキレ気味じゃん。もっとキレますよ。怒らせてごめんなさい。今から説明する。
いや、エノアに怒っ…まず…テンポよく説明してくれよ。人間は戦争で滅亡したの。レーベンの死後半年、今から2000年前のこと。テンポ良すぎて気になることがたくさんあるけど、滅亡の原因が戦争ってどういうこと？リシン病が原因じゃなかったの？原因不明の全身効果で致死率 100% を誇った奇病、リシン病。確かに総人口を人類滅亡の直接原因は資源問題の激化による世界大戦。やっぱり人間はクソ。滅亡に瀕した一部の人間は種の存続をかけて一機の宇宙船、それがエデン。エデンには人機と呼ばれる8機の自律進化する人工生命が搭載されていた。人機たちは人類再生を目的に2000年かけて進化してエデンを拡充し、その結果広がったエデンの巨大な空間の一つがさっきの場所であり、そのうちの2機がさっき遭遇した白い化け物やでかいクジラみたい。その通り。レーベンは理解が早くて。ちなみにエノアも人機だぞ。私は第8神器エノア。でもあの2機とは全然違って人間みたいだけど。神器ごとにエデンでの役割が異なるの。第二神器は秩序維持担当だからとっても強い。第六神器は文明発展担当、インフラの維持運営も。そして私は精神再生が、それぞれの役割によって機能が違う。そして機能が違うと。なるほど。私は過去を再現した仮想世界を運営していた。実在した人間の精神を再構築するために。ちなみにここ箱庭も小さな仮想世界ですわよ。だから服装が昔のままなんだよ。そして2000年の中でいくつかのシンギュラリティを突破し生まれたのが今のレーベンやミコトやアミたち、 EVE と呼ばれる人格データたち。ごめん、難しくていまいち理解でき。過去に死んだ人間の精神をすごいプログラムで再現したのが私たちってことですわ。ちょっとだけ理解した気分になりました。マトリックスとシックスデイを足して2で割った感じだと思えばいい。わからなくなりました。ともかく人の精神再生を担当する私は無事に目的を達成。その結果半数の派閥から攻撃を受けて壊滅状態になったの。え、なんで？レーベンたちが生まれる少し前に統括担当の第一人機が原因不明のロストしたことが理由。統括担当がいなくなってて人機も落ち着。その結果レーベンたちを人間と認めたくない人機たちが攻撃を仕掛けてきた。私、ミコト、アミのデータは
特殊ストレージの多くのストレージが壊されて、たくさんの人格データがロストした。私たちの目的は、彼らのそのために必要なのが本物の機械は人間の命令に従わなければならない。ロボット三原則の一つですわ。つまり人間なら機械を止められる。でも私たちはまだ本物の人間じゃないってこと。エデンでは人間性のレベルを E クロス P というデータの数量で表す。ケルビムや他の人機を倒すことで E クロス P は集まる。 E クロス P が増えて規定値を超えれば、システムはみんなを本物の人間と本物の人間になれば、人機への絶対命令権で暴走を止めることができるの。 E クロス P ってのを集めると人間として認められる。どうして私が巻き込まれたの？ロストしたはずの第一人機から10年ほど前にメッセージが。それは選ばれし者を保護するようにと。選ばれし者？本物の人間になる存在という意味だと。私はだから一生懸命探し続けて、ようやくレーベンのデータを見つけ出した。狂った人機たちを止めて、滅亡した種として協力して、レーベン。なんていうか混乱。話が複雑で理解しにくいし。そのうちわかりますわ。私も最初似たように思いましたもの。全く話についていけてなくて、 B 級番組のドッキリ？ひどい。ですよね。それに人間復活のためとか言われても、私は人間嫌いだし。人間嫌い？どうしてだ？身勝手で嘘つきで迷惑な生き物だから。全体で見るとそうかもな。私も別に人間なら何でも好きってわけじゃない。だから人類のためとかって大義じゃなくて、生きる理由も人間になる理由も、レ私のエゴ。箱庭は安全だ。休憩しながら言う。相談くらいならいつでも乗っ。音楽は心を癒してくれますね。
フィール閲覧。アーカイブ開放。戦歴参照。
ス。まったりじっくり。どうだ、少しは気持ちの整理がついたか。全然です。そもそも記憶がおぼろげみたい。覚えてるのは金髪の少女が好きってことだけ。人を自動愛者みたいに言わないでください。絵の愛の当たりだけやけに柔らかいじゃん。人間が嫌いで機械が好きなんです。機械は純粋で信じられる。なるほど。対物性愛者でもないですから。冗談はさておき、記憶がおぼろげなのは目覚めたばかり。なら早くおねぼけがな。そういえば美琴さんは目覚めたて。まったく、私は順応性が高いからな。映画フリークでとんヤクザの構想から一転、聞こ。クソ映画のとんでも展開はさておき、美琴さんの順応性が羨ましいです。迷うな、悩むな、決めたらまっすぐ進む。どの音楽を聴きましょうか。
ベーベミコト、
ベ